はい、どうも、星です。今回はですね、うつ病がね、再発した時の話をちょっとしようかなと思ってます。結論から言うとなんですけどね、なんで再発したのかっていうと、根本的な、自分の考え方とかですね、その辺が変わってなかったから再発したんじゃないかなって私は思ってるんですね。具体的な再発の原因みたいなのっていうのは、多分お医者さんでもね、ちょっとこれがそう原因だろうねみたいなことっていうのは一概に言えないと思ってて、で特に私がですね、改善してなくてダメだったなって思ったのは働き方ですね。働き方、私は仕事が原因で鬱になったようなもんなので、仕事の内容というかやり方というかね、仕事に対する姿勢とかその辺が原因で鬱になったっていう、それは、ね、トリガーの一部でしかなくて、原因はもっと根本的な、ね、考え方とかその思想の部分というかね、その辺にあるんですけど、でもやっぱりその一番大きな理由の一つとしてね、仕事があったっていう風に考えていいかなと思ってるんで、仕事なんですよ。でうつ病になって、で、うつ病が少しずつ回復して良くなってきましたって時に、要するに一回寛解っていう状態までね、一回行ったことあるんですよ。でその時にね、じゃあ仕事、復帰しましょうみたいな話になった時にどうするみたいになるじゃないですか、仕事ね。ってなったら最初にやっぱり浮かんできたのは、その自分の今の職場に復帰するとか、あとは転職するとかね、その2つぐらいしか当時は浮かばなかったんですね。でも私、そのとにかくね、サラリーマンというね、働き方自体が合ってなくて、昔からそうだったんですよ。なんで学校行かなきゃいけないのとか、なんで毎日同じ時間に起きてさ、毎日同じね、電車とかバス乗って学校に行かなきゃいけないのって思って、いじめられたことも原因ではあったんですけど、不登校になったりもしてたわけですよ。なんかこう、とにかくやれと言われたことをこうやりなさいっていうことはできない子だったので、これはね、やっぱり会社員になっても一緒で、いや新人だからこれやってよとか、いや最初はこういうのが大事なんだよって言われても、なんかこう納得のいく説明がないとね、できないタイプの人間だったんですね。だからその組織で働くっていうことにそもそもあんまり向かないというか、自分がね、裁量権持ってやれるって感じだったら全然いいと思うんですけど、なんかね、とにかくあんま向いてなかったわけですよ。でもそれでもやっぱり仕事をしなきゃいけないなってなった時に、もうサラリーマンしか選択肢がないっていう風に自分は勝手にそう思い込んでいたので、就活とかするんですけど、でもやっぱ働きたくないわけですよ。もう本当にまた新人からやり直さなきゃいけないとかさ、新しい業界に行くにしてもまたゼロからやんなきゃいけないみたいな話なので、もう本当にやりたくないなってことをずっと思ってたんですね。でそんなやりたくないやりたくないっていう状態で就活するからさ、それはまあ再発するよねって話なんですよね。で、再発してしまいましたとってなった時に、もうね、ちょっとね、本当に確かにそのサラリーマンっていう一般的な働き方っていうのは、確実にお金は得られるわけじゃないですか。確実にその、行ってちゃんと8時間働いてってことをすれば、よほど変なことしない限りはクビとかならないんで、そのお金のために働くってなったら、やっぱりサラリーマンっていうのはすごく手堅い選択というか、普通だと思うんですね。でも例えばお金稼げなくてもさ、起業するとか、お金稼げなくてもなんかこうフリーランスとして自分でやっていくみたいな、なんかそっちの道の方がいいんじゃないかなって途中で思い出して、でも最悪ね、最悪もうまくいかなくてもいいから、じゃあ自分のやれることってなんだろうなと思ってやろうって決めたんですよ。でそれで始めたのがライター業だったんですけど、ライター業はね、結局のところ事業としてあまりうまくいかなかったんですよ。私はブロガーとしてお金を稼いでた時代もあるんですけど、ライターっていうのはちょっとブロガーとまたちょっと違うので、なんかね、うまくいかなかった。そのライターっていうのは、こういう記事を書いてくださいねって言われて、でその通り記事を書いていくわけですけど、なんかその形式が合わなかったんですよね。ブロガーっていうのはどっちかというと自分の書きたいように書いてさ、指示をいただいてね、でその見ていただいた広告で食べていく、YouTube とほとんど一緒なんですけど、そういう感じだったんですね。だからどっちかというとブロガーのが合ってて、これもね、ブロガーとライターの違いって考えても分かるように、やっぱり人から指示されるとか、人からなんか型にはめられるとね、私はなんかこう力を発揮できないタイプなんだなってことが改めて分かったわけですね。で、ブロガーやりつつ、ツイッターとかもね、ツイッター基本的にお金いただけないんだけど、私結構好きなのでやってるわけですよ。で、自分が勉強したこととか、なんかこういうことがあって、こういう風な対処をした時にすごいうまくいったよとかさ、そういうメンタルハックな情報をね、こうバンバン流してたわけですよ。で、それって、お金うんぬんとかよりも、自分がやれることだったんですよね。自分の体調と、自分のやりたい、やりたいことでもあったんだけど、自分が今ハマってることですかね、とあとなんか自分の得意なこと、その自分がうつ病を経験してるので、うつ病のことだったらね、いくらでも喋れるわみたいな感じだったんで、やってたわけですね。で、このね、そのまずやれることをやるっていうのがすごい大事なことで、でこれはね、やりたい仕事を見つける方法っていう動画を過去に上げたんですけど、そこでもね、語ってるのでぜひね、見ていただきたいです。最近さ、よくさ、好きな仕事しましょうとかって言うじゃないですか。でも私もね、そういうふうに思ってるし、思ってたんですけど、私もどうやらね、この前動画で語ったね、やりたい仕事を見つける方法の流れで見つけてるので、
やりたい仕事を最初から見つけようとするとうまくいかないってことがね結構多いからね、この動画で上げてるやり方っていうのが結構皆さんできるというかいいんじゃないかなと思ってるんで、ぜひねやりたい仕事を探してる方っていうのは見ていただきたいなと思います。だからそのやりたい仕事を見つける方法の最初のステップとしてね、自分がまずやれることをやって誰かに喜んでもらうってことだったんですよ。でこれはねお金をいただくとかいただかないとかそんなに関係なくて、なんかとにかくストレスなくできることですよね。で結局振り返ってみるとですね、そのブロガーやったりライターやったり、本出させていただいたりとか、こうやって YouTube やったりとか、あとその最近だと起業しましたっていう動画もね上げさせていただいて、その起業に関してもいろいろと水面下で事業が進んでて、なんかこういうの作ろうああいうの作ろうとかいう話が進んでるわけですけど、急にそこに至ることってできないわけじゃないですか。なかなかね信用とか信頼とか実績が積み重なってないの で私もねやれることやって、信頼を勝ち得てきたって自分で言うのもなんかあれなんですけど、そういう風にやってきたわけですけど、そうやってね当時の自分をこう振り返ってみると、やっぱりなんか全然違う生き方をしてるなって思うわけですよ。最初はなんかねサラリーマン以外の働き方がわからないっていう状態だったんだけど、なんかこんな働き方もあるんだとか、こんな仕事のね獲得の仕方があるんだっていうことを知ってね、ちょっとびっくりしたかなっていう感じですよね。でね、どんな道でもいいなって思ったんですよ私は。もちろんねお金を稼がなきゃいけないっていうものもあるんですけど、でもやっぱりその健康でいることが一番いいなって思ってて、私のその一番大事にしてるところっていうのはやっぱり健康なんですよ。健康で、この健康に関しても前動画上げたんですけど、健康診断行った結果さ、なんか結構ひどいあれが出ましたみたいなあったじゃないですか。それと一緒でね、その健康っていうのはもう何者にも変えられないものなんで、私はね何をとっても健康重視で、これからもやっていこうかなと思ってます。でそうやってね自分がやりたいことを、結局ねそのやれることやってるうちにねそれがやりたいことに変わっていくっていう話なんですけど、そうやってね健康を重視した結果ね、今につながってるわけなんで、それでやっと私は安定したのかなっていうふうに思ってます。そうやって今の働き方に変えてからっていうのは症状が再発しなくなったりとか、寛解してねそれからずっと安定してるって状態なんで、働き方を見直してねよかったなと思います。その働き方を見直すっていうのはある意味生き方を見直すっていうのとほとんど一緒なので、そういう風にね見直していくっていうのは非常に大事なんじゃないかなと思いますね。でね、もちろんねそのサラリーマンとか普通の働き方の方がいいっていう方ももちろん中にはいるんですよ。それは本当にタイプによるので、で私みたいに極端にさその働き方ガラッと変えなくても、例えば部署を変えていただくとか、あとその転職ですよね、職場を変えるとか、それでも十分ね対処できるというか、そういう方もいると思うので、別にフリーランスとか起業が絶対ってわけじゃないので、その辺も考えてもらえたらいいなと思います。なんかね結構漫然とほらなんか復帰するっていう選択肢ばかり考えちゃうじゃないですか。休職したりするとね、前の職場に復帰するみたいな、それも全然いいんだけど、それ以外の選択っていうのも頭に入れておくとね、より再発が防げるかなと思います。やっぱり生き方とか考え方変えていくっていうのは超大事だと思ってるんで、はい。私のチャンネルではですね、今回話したように私のうつ病経験をもとにね、新しい生き方とか新しい考え方っていうのを、情報発信してます。で今の時代って本当に生きづらい人多くて、皆さん悩まれてるんでね、もし自分もなんか生きづらいなって思ってる方はチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。すいません、なんかちょっと暗くなってきて顔暗くなっちゃってると思うんですけど、はい、今回はこんな感じでありがとうございました。